どうも、ミルアカのノーミルク佐藤です。今日はなんと、マ、ま、和、あ、さんちょっと体調不良でいないんですが、一人でお送りさせていただきます。今日の企画は、国内組代表考察 ただ、それでもすべきは、何々の確保だ、ということの企画でございます。えー、来週ですね、もう日本代表の発表があるよってところがあり、まあまあ、押し組がおそらくね、たくさん入ってくるってのは、まあまあまあ、そりゃそうでしょう。ワールドカップ組が入ってくるの、まあそうでしょうってところもありますけど、国内組一体どんな選手が入ってきそうかなってことを今日は考察していきたいと思います。皆さんどうぞ今日もよろしくお願いします。あ、チャンネル登録の方もよろしくね。はい、ということで、まずは1枚目の資料、ドン。まあ皆さんもまだ、 さすがに記憶に新しいかなと思いますけれども、まあ、改めてまず見てみたいのは、まあ、最近、直近のやっぱ日本代表と考えると、まあ、カタールワールドカップのメンバー26人、まあ、こんなメンバーでございましたよねと、まあ、これ、当時の資料、そのまま持ってきてるので、まあ、黄色くなってるところが東京オリンピック世代で、 竹だけはね、パリオリンピック世代でもあるのでピンクになってますよと。で、基本的にはもう、ノミルク砂糖的には、このメンバーそのまま呼べばいいじゃんって思ってます。理由としては、後でも話すんですけど、えー、今回一番興行的な意味合いが強いです。なんで、真剣勝負の場ではないっていう、まあ、真剣勝負だけど、真剣勝負の場でもないんだよっていうのが実は理由としてはあります。それもまたちょっと後ほど言います。なので、本当はこのメンバー呼べたらいいなって形ではあるんですが、こちら見ていただきたい。 今回ですね、ちょっと負傷者とか、まあ、いわゆる日程的状況的な理由から、あの、呼ばないだろうという思われる選手が何人かいるよ。そして森保監督はそれについても何人か言及しているよってところがあったりします。 まあ例えば、川島エイジ選手、現在負傷中というところがあって、今回、呼ぶことはないし、あと本人ご本人もね、インスタグラムの方うでまあ代表引退を示唆するようなコメントもあるので、おそらく川島選手は来ないんじゃないかなと、プラス、やっぱりあのリーグ戦がそのまま開催されているリーグもありますので、おそらく柴崎選手、権田選手も呼ばない可能性が高い。 あと、前田大然選手、直近のちょっとリーグ戦、古橋選手とね、大然選手がゴールを決めた試合で、彼は怪我もありましたので、もしかしたら呼ばない可能性はあるだろうなというところ、または今、チームの状況的に残留争いしているチームによっては、ちょっと呼ばないんじゃないかという話があって、例えば吉田麻也選手、浅野選手、あと、ストカルト組なんてところはそんな感じ、あとはベルギーですけど、坂本達弘選手とか、そこらへんもそらくは状況的には呼びづらいかなというところはあるかなと思います。 あとは、移籍をこの冬の移籍市場でヨーロッパに行った方々ですよね、もちろんアジアも含めてなんで、谷口翔吾選手、あとは岩田選手、小林勇樹選手、もしくは、あと三沢健斗選手とか、そのあたりはなかなか今回まで呼ばないんじゃないかなってところと、あとずっとちょっと連戦が続いてたってところもあって、長友選手が弘樹選手あたり、あとは、なかなか、ね、スタメンじゃない試合も多い南野選手なんか呼ばない可能性もあるかもしれないなっいうところ。 そしてだ逆に森保監督としてもあの今までの森保ジャパン経験者だったり東京オリンピックで一緒に仕事したことがあるよって人をなんか選ぼうかなってことはもうすでにインタビューで臨まれて、ね、あの会見で臨まれて、えー、そこでお話しされてるっるところはあったので、えー、彼らが入ってくる可能性は違う、ね、選手が入ってくる可能性は結構高そうですと。 まあその新しく入ってくる選手はあとでま,あまた晴らすというところがあるので、じゃあ、今回呼べなさそうな方、呼ばなそうな方、状況的に今回回避させそうな方だとかを先ほどのねシートから抜いてみると、こんな感じになりますと、左側ですね、元の26人のメンバーからえー何人かをこう削ると、このハテナのところが、いわゆる抜けたところになってきますと。 えー、そう見ると、例えばフォワードのところ、トップ下のところ、ボランチ、サイドバック、センターバック、キーパー、いろいろいますけれども、もちろん、この中でいきなり全員国内組がさらに追加されるわけではないので、ここからさらにまた海外組、新たなその候補選手だとかを何人も入れた上で、その上で残り国内組となってくるんじゃないかなと思いますと、特にやっぱりヨーロッパ組での、まあ、有力候補の選手としては、やっぱりセルティック組ですよね、古橋匡吾選手。 旗手レオ選手。この二人は確実じゃないかとも思いますし、あとはベルギーでディフェンシブなところで結果残している橋岡選手や渡辺剛志選手。もしくは AZ の菅原幸成選手とか、あとは中村慶斗選手、中村康介選手。 このあたりなんかもうちょっと硬そうですよね。これ今だと名前も入れなかったですけど、例えばセコアユム選手とかもちろん、川辺駿選手とか、そのあたりだって可能性はあるんじゃないかなと、えー、佐藤的には思っていたりします。じゃあ、ここまで来たので、ここから国内組に関してどんな選手が選ばれそうか、10人持ってきたのがありますので、えー、見ていて、見ていただけたらと思います。さあ、行きましょう。こちらでございます。ドンはい、国内組で見てみたい10人はこの皆さんです。まあ、ちょっと表見づらくなっちゃったんでごめんなさいなんですけど、えー、白の皆さんが ワールドカップからそのまま来るんじゃないかって皆さんですねでオレンジの方がですね町野選手とあと山根選手ってところごめんなさい杉岡選手までオレンジ入っちゃいましたけどえ町野選手と山根選手ってのがまあ継続だけど、まあ、国内組ってところで入れましたとでピンクであごめんなさい黄色の皆さんが、えーえー、海外からまあ来るよっていう方々でピンクの皆さんってのが、えー、今回カタールワールドカップ組でもなくヨーロッパ組でもなくっていうところで、えー、入ってくる可能性が高い 高いんじゃないかなと思って入れさせていただいた皆さんでございます。まあ、町野選手、山根選手はそもそも入ってたので、一回覗かせていただくと残り8人ですよね。広島の三田選手、マリノスの西村選手、えー、そして川崎の立花田選手、そして、えー、鹿島の佐野海舟選手、えー、湘南の杉岡選手、小島の上田直美選手、マリノスの角田選手、岩ンの谷選手に広島の大迫選手と入れさせていただきました。あの途中でお伝えした あのどうやらなんか森保さんはあの過去に森保ジャパンで呼んだ選手だったり、まあ、日本代表経験者ですよね。もしくは 東京オリンピックのところで一緒にやらせていただいたりみたいなことのコメントを残してらっしゃったところがあるみたいなのでいろいろな記事によるとねそう考えるとやっぱり去年、おととしあたりで一緒にやった経験のある人っていうのは結構リアルなんじゃないかなと思いますそこから考えると例えば E 番組で今でもやっぱずっと結果残している中から例えば三田選手とか西村選手はあるかなと思いましたしやっぱ東京オリンピック組っていうとちょっと国内組ではないですけど橋岡選手は 菅原先生がそれに何か該当しそうだなって考えたり。 国内組で言ったらやっぱり A 代表経験もあるし E‐1 経験もあるし谷選手に関してはまずっと長く言いましたけど谷選手、大迫選手あたりが入ってきてもおかしくはなさそうとで元日本代表組で言うんであればちょっと海外、フランスに行った時なかなか呼ばれないこともまあ怪我もありましたからねえそういうこともありましたけど昔は戻ってからそういういこと継続して結果残している上田選手なんかもいますからまあその辺りがまさにそういうリストアップになってたりするんじゃないのかなと思っていたりはします。 他に、さとう的に呼んでみたという形になっているのが、橘田選手、佐野海祝選手、そしてあとはマリノスの角田選手というところを入れてみました、あと杉岡選手ですね。この4人に関してで言えば ちょっとやっぱり今の日本代表で言うと、左サイドバックがまあちょっと足りないよってところと、やっぱボランチもちょっと追加しなきゃいけないよ、セッターバックがっていうところがあるので、ヨーロッパ組だけでも解消できない点って、そこら辺のポイントだよなと、中山雄太選手がね、怪我から戻ってきてれば、まだってところがあったりだとかもあるし、あとはオリンピック世代とか、あとアンダー20の世代とかまで全員入れていいんだったらってょっところ、ちょっと変化はあるかもしれませんけど、現状、それ以外のメンバーで考えるんだったら、 僕は左サイドバック、今国内一番って杉岡選手入ってきてもおかしくないんじゃないかなと。川崎の佐々木選手とかあと広島の、ね、あと広島の佐々木翔選手なんかもありかなと思いますし、川崎の佐々木旭選手なんかもいいかなと思いますけど、まあ、あの3もやりながら4っていう観点もあるかなと思うので、そうすると、まあ、もちろんね、ダブル佐々木ももちろん合うんですけど、今の成績考えると杉岡選手、今だったら寄り見たいぞってところでちょっと入れてみたいというところがありました。あと、ビルドアップのこと考えれば角田選手、跳ね返していったら上田選手。あとは、まあ 何でも可能だっていうところで可変だったら立花田選手だしアンカー対応その適合性で考えたら佐野海修選手ももちろんだよねっていうところがあったりしますまあ誰が入ってくるかは分かりませんけどどうしても一本日本代表動画は他にねベッド出そうかなと思ってますけどもまあ一応国内組だったらこんなメンバーなのかなと思ってますで序盤で話した通りアンダー22の代表に関して何で呼ばないのってそういう疑問を持たれる方もいるかと思いますけどあのねちょっと今回に関してで言えば今回あのウルグアイとコロンビアやってくるじゃないですかウルグアイに関しては あのあのフル代表の監督、まだ決まってないんですよ、だからアンダー2 0の代表監督が臨時の兼任でやってきたりするのと、あと、あのワールドカップの記憶、やっぱり新しいと思いますけど、あのウルグアイのメンバーって何人か、FIFA から最低が下っちゃって、出状停止になってるのが何人かいるんですよね、あのカバーニさんとか、ゴディンさんとか。 だからちょっと本気度が薄いって言ったらちょっと失礼かもしれないですけどあの本当にガッチガチのメンバーで来るわけでは現状ないとでもちろん、じゃあなんでそんなチームとマッチングしたんだって思われる方もいるかもですけどやっぱりヨーロッパだとかアフリカだとか北中米ってのはちょっと違うねあの大会をやっている最中だったりだとかもあってマッチングしづらかったりやっぱり同じ大陸でちょっとやってもいきなりこうね今回やりたいのはワールドカップクラスのところとやりたいっていのがあったので強いて言えばで上がったのがモロッコだったりだとかその だだったりととかあとはお金の面ですよねブラジルとかアルゼンチン呼ぶとやっぱり3億5億かかってしまうってところがあるのでそれはさすがにでしょうってのでいくと結構現実的な路線でここぐらいしかなかったってのは言えるのかもしれませんでだから U22 のメンバーに関しては今回あの欧州遠征っていうのが同じ時期でやるんですよ、ドイツとかとか戦うことになるんですけどだったらなかなか、ね、国内では得られない経験をしに行くってのでいくと。 上代表である今回に関してはアンダー20に戦う方がいろんな経験値を持ち帰ることができるんじゃないかなとなんとなく思うところです。さらには、 今回はどうしてもね、ワールドカップ後初めて国内で代表が見られる。しかも前に代表ってやってたの E1 除けば6月なので、そう考えるとね、ちょっと公共的な意味合い強くてもいいじゃないですか。だってここで A 代表が、だってね、稼がないと、その下の代表に対してもお金だとかいろんな遠征費だとか回してあげられないっていうところがあるから、ここでいきなりワールドカップに選べてなかった方々をたくさん呼んで、 え、いきなりワールドカップのメンバーじゃないので、こう、チケットがちょっと芳しくない状況になるとかってことになるぐらいだったら、もう一気にもうワールドカップメンバーはもうみんな呼んでいただいて、できる限りの選手呼んでいただいて、それでやる方が僕はいい判断なんじゃないのかな、なんていう風に思っていたりします。という動画でございました。えー、あとはもう、まーさんがね、早く、こう、喉の方治られるのでちょっと僕は待ちたいところなんですけど、一個だけ告知をさせてください、と あの3月14日なんですけど、この私、ノーミルク佐藤ですね、あの、オープンレックチャンネルさんの方で、えこちら、なんとちょっと一つ番組に出てくるよーってところがあります。なかなかね、あの、普段ちょっと接することがないような皆さんだったりするので、大師さんとか、皆さんご存知ですかあの、やってきますので、ぜひぜひ、あの、そちらの方もね、登録しておいていただければなと思います。えー、まあ、ミールトトだとかね、他にも、あの、奥座敷、メンバーシップなんかを見る中ではやっております。えー、いろんなものに登録して、こう、いろんなね、あの、データだ データ関連のもの、ストーリー関連のもの、いろんな動画出していきますので、えー、ぜひ、見るわか、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、国内組代表考察でございました。皆さん、ありがとうございました。また。